こんにちは、高山です。今回紹介するのはこちら。はい、Adobe 製品を完全に合法で無料利用する方法です。合法とかね、めっちゃ怪しいように聞こえますけど、これは Adobe のサイトしか使えません。5分あればできます。一応公式サイトでやることなんで紹介して大丈夫だと思うんですけど、まあ仕様が変わる可能性もあるので早めに試すことをお勧めします。あとね、最後に大事な注意事項もあるので、しっかり確認するようにしてください。それでは行きましょう。はい、では具体的な内容を簡潔に話します。Adobe 製品って、Photoshop とか Premiere Pro とか After Effect とか月額利用のサービスになっています。全部利用できるプランで月額5680円です。これを無料にします。一応他の全部の月額プランでも使えます。まずステップ1、使用登録をします。これは Adobe のサイトで会員登録をしてクレジットカードを入力してプランに課金する普通の手順です。普通にやっても7日間から14日間程度の無料利用期間があります。この間に解約すれば無料です。プランは月額プランを選んでください。で、このまま普通に使ってもいいんですけど、ここでステップ2、解約ボタンを押します。マイページから利用しているプランを選択して変更ボタンを押すと解約ボタンが選べます。で、手続きを進めると月額費用の割引などが提案されます。だいたい 25% から 50% 程度の割引が提案されます。すでにここで無料の画面が出現した場合はステップ3に進んでください。話を戻します。この提案を受け入れて割引で利用する更新をします。すると契約が変わって月額費用が1年間割引になります。はい、この時点でもうお得です。でもまだいけます。ステップ3に進みます。ではステップ3、10分ぐらい待てばまた解約ボタンが押せるようになるので、もう一回解約画面に進んでください。するとなぜか無料で利用しませんかという提案が出ます。30日から60日程度が提案されます。さらに先ほど契約し直した月額利用の返金提示まで出ます。これは出ない場合もあるので最後の注意事項を確認してください。で、これを受け入れると確認もなしにいきなり無料利用が開始されます。具体的に言うと次の課金日という項目が延長されます。しかも利用終了後の月額金額は割引されたままです。もうここまででだいぶやばいですよね。でもまだ続きます。ステップ4です。無料利用期間が終わる前にもう一回解約画面を開いてください。するとまた無料利用の提案が出現します。これを受け入れると現在の日付からまた無料が開始されます。はい、つまりループです。以上が今回の無料で利用する方法の手順です。まあ言ってしまえば引き止めを利用するっていうことですね。で、ここからが一番注意してほしいポイントなんですが、ステップ2で一度課金が開始されている場合があることに気づいたでしょうか。これは自動返金されるパターンもあるんですが、私の場合は普通に課金されるパターンがありました。ということは人によって1ヶ月分だけ課金されるパターンがあるということです。あとは無料です。ここはしっかりチェックしておいてください。返金される場合は〇〇円返金しますって表示が出ます。まあ1ヶ月分だけ払って残りずっと無料っていうのもね、だいぶお得ですけどね。で、もう一つ注意事項があるんですが、先ほどの失敗パターンや今後の仕様変更で課金が後に発生するようになった場合の注意ポイントとして、解約金が発生します。結構高いです。残りの月額利用年間の部分の 50% を払ってくれとか言われます。しかしこれも無料化する方法があるので、合わせて Adobe 解約金無料化の動画もご覧ください。これらを組み合わせればタイトル通りあなたに発生するお金は完全に0円になります。内容は以上となります。結構ね、一部複雑なポイントもあるのでしっかり確認してから試してください。またサイトのシステムが変わることもあるので、2021年1月現在に使える方法と理解していただければ助かります。はい、このチャンネルではこういったちょっとコアな PC 情報も配信しているので、定期的にチェックしてみてください。中には今回のように期間限定の内容もあるので、チャンネル登録もぜひお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。